元市職員カズです。今日はですね、面接で品質で皆さんが悩む質問、なぜ民間ではなく公務員なんですかと聞かれた時の回答法について解説していきます。で、特にその大学で新卒の方とかがですね、その就活するにあたって、民間企業全然その志望してなくて、公務員だけ志望してるってなったら、面接官から、なんであなた公務員だけ志望してるんですかって聞かれると思います。で、その人の経歴であったりとか、あとその人が実際国家公務員なのか地方公務員なのかっていうことで若干回答変わったりするんですけど、今回はですね、その地方公務員をなんで目指してるのかっていうパターンに当てはめてですね、なぜ民間ではなく公務員なのかと聞かれた時の回答法について解説していきます。まあ、ちなみに今回のは事務職想定してます。技術職の方はまたちょっと別の機会に配信します。まず結論から言うとですね、こんな回答使えます。民間企業では解決が困難な地域課題をさまざまな分野から複合的に解決できるから、だから私は、地方公務員になりたいと思ったんですよと、こういう回答を言うと結構説得力あるものになります。で、これもっと詳しく解説していきます。まず公務員のきっかけプラス公務員にしかできないこと、これを言うと理由を完成することができるわけなんです。じゃあ公務員のきっかけ、その人によっていろいろあるんですけど、まず一例出しますね。例えば大学時代に地域活動に参加したと。で、地域活動に参加する中で空き家が増加しているよ、高齢化が進行しているよ、過疎化が進行している、こういう状況を目の当たりにしましたと。で、こういった地域課題を目の当たりにする中で、これらの課題を解決するってなると一民間企業では難しいと感じたんです。だけど行政の立場だったら空き家の増加や高齢化、こういった取り組みに対して複合的な分野から解決していくことができるわけなんです。だから私は公務員を目指すことにしたんですよ。こんな理由が作れるわけなんです。で、その複合的な分野から解決することができる、これなんだってことで一つ具体例を挙げます。例えば人口減少問題ありますよね。こういった問題に対しては移住定住の促進をしていかなきゃいけないわけなんです。じゃあ、行政の立場から移住定住の促進何ができるかっていうと、これ実際私関わってきたことなんですけど、まず移住定住促進策、プロモーション策ですね。よく志望自治体の、ウェブサイトとか見ているとですね、移住定住者向けのその特設サイトっていうのがあって、うちの町は他の町にはないこんな魅力がありますよっていうことをそのプロモーションしているウェブサイトなどあったりします。他にも私も実際にその東京ビッグサイトとかに行ってですね、その都内の方に向けてうちの市役所こういった魅力がありますよっていう、そういった移住相談ブースなどを設けたりして実際に相談に乗ったりとかもやっていきました。こんな感じで移住定住促進策っていう直接移住定住の促進につながるプロモーション策っていうのをやったりもしました。で、他にも例えば市役所だったら小中学校の教育委員会持ってるし、で、あと、都道府県だったら、公立の高校などを管轄にした教育委員会持ってますね。で、こういった、自分たちがやっぱその学校施設を持っているので、子どもたちに対して郷土愛を醸成する教育、これを行うことができたりとかします。それが何度も私の動画で解説している、例えば鯖江市の JK 化プロジェクトですね。その女子高生が実際に地域活動を参加するような、そういった、教育の取り組みっていうのを促していったりとか、そんなことも考えられたりしますし、他にも実際に、学校のカリキュラムの中でもそのプロジェクト型学習っていう埼玉県の戸田市がやってるものですね、例えば確か中学生がその買い物弱者になってしまいがちな高齢者の方々の買い物支援をどうやって作っていくかっていう、そういった内容を企業の方と一緒にこう作ってて、発表するっていう場を行ったりしたんですけど、そうやって発表を行うだけじゃなくて、実際に自分たちが考えたことを、地域でさせてあげることによって地域は変えられるんだっていうやりがいを生み出したりするとですね、郷土愛を醸成する教育、これが完成するわけなんです。で、それができるとですね、やっぱり、その郷土愛が醸成していって、将来的に自分たちの地域戻りたいなっていう、そういう意向が高まっていくわけなんですよね。だからこそ U ターン促進って書いてあるわけなんです。で、あとは子育て環境の充実、これはあまり解説しなくてもいいかなと思います。その子供を生まれたと。で、子供を育てる上でやっぱ遊ばせる場所もちゃんとあるし、子育て支援施設も充実している、そういった環境もやっぱり選ばれる街づくりの一要素になります。
であとはそのどれだけ自分たちの自治体の知名度が上がったり U ターンしたいなって思ってもやっぱ働き口がないといけないんですね。でだからこそあの企業誘致これもやってきました。こんな感じで移住定住促進やりたいなって思ったらこのいろんな分野でこう複合的にまたいでできるっていう強みが自治体にはあるんですよ。で、しかも私も例えば一例挙げるとですね、こういったプロモーション策です。こう大学生、特に石川県だったら、まあ、東京とか大阪とか結構皆さん行っちゃうんですけどいかにしてその学生の U ターンを促していくかっていうところで、私はですねその教育委員会の方とで私当時あの企画系の企画家っていうところにいてで教育委員会の方と連携してじゃあ成人式開かれるよとじゃあ成人式開かれるんだったらじゃあ企画家の私がそのプロモーション用のその若い方々が戻りたいと思うようなそのプロモーションビデオを作りますと。で教育委員会の方は教育委員会の方でじゃあその成人式などの案内するときにちょっと私らがやってるプロモーション策をその PR するようなあのパンフレットの配布協力してくださいねとかこんな形でですね、他部署の方と連携してプロモーションを行ったりとかもできるんですよ。で他にもその企業誘致、やっている中でもですね、やっぱりその大手の企業を誘致するそれだけではなくて実際にその若者と地域の企業が、共にその交流して活動を行う場作りっていうのを行って巨大の醸成もするとかそういう取り組みもやったりしてます。であとは移住定住の促進と全然関係ないんですけど最近だとあの農福連携ですね、農業と福祉で農福連携になるんですけどその就労支援施設に関してもですね、やっぱりそのニーズが多様化してるんです。その障害を持った方々がいろんなあのもっと職場で働きたいよって、うん、あの工場で何か作るっていう取り組みだけじゃなくて農業とかも関わりたいよっていうニーズが高まっています。そういった中でその農業振興の部署の方と連携して、人材不足で悩んでいる農家の方々に、収穫期には就労支援施設に働いている障害者の方々も、ヘルプに入ってもらうように調整を行うとでそうやってですね、農業の抱えている課題と福祉分野で抱えている課題双方を解決させるっていう取り組みもやったりするんです。こんな形でですね各分野で結構横断的にいろいろな解決策打ち出していけるっていうのがその地方自治体の強みでやはり一番の魅力かなって考えてるんですよ。でだからこそこっちの路線で考えていくとですね結構説得力ある理由が作れるわけなんです。であと最近やっぱ受講者の方いろいろ教えたりするとですねなんか例えば高齢者支援やりたいですと高齢者支援やりたいって言ってるで他にも産業振興やりたいですこういう時はですねやりたいこと例えば高齢者支援あなたやりたいんだったら社会福祉協議会でもいいんじゃないとかあるいはあなたその産業振興やりたいんだったら別に商工会でもいいんじゃないって言われると思うんですよ。その切り返し方がよく分かんないって言われるんですけど、今日解説した考え方と同じ切り口で、うまく、乗り切ることができます。例えば社会福祉協議会だったらその市役所以上にですね、地域に根ざしてですね、その地域 の, あの方々がこう支え合うような体制作りを行ったりとかあるいはその今回だと例えば一部地域によっては住居確保給付金ですね、これの受付窓口などもその市役所の福祉課ではなくて社会福祉協議会に、委任してですねでこう一人一人しっかりと面談して生活を立て直していくそういう取り組みを社会福祉協議会やったりとかしています。であと商工会もですね、この社会福祉協議会とちょっと役割は違ってるんですけど例えばその企業振興をそのやるって言っても商工会はもっと一人一人の事業者に対して事業計画確認したりとか補助金通るようにサポートを行ったりとかやってます。でこんな感じで結構福祉分野とか産業振興の分野でそれぞれ特化してやってるんですけどじゃあこういうところじゃなくてなんであなた市役所で勤めたいのなんで県庁に勤めたいのって言われたらやっぱりその地方自治体だったらさまざまな分野を横断的に、取り組むことができるやっぱこれを私やりたいから市役所で勤めたいんだよ県庁で勤めたいんだよってところを押してもらえると説得力ある理由が作れるってわけなんですよ。でぜひ今日の動画を参考にしてください。やっぱりその地方公務員にしかできないこと自分の実体験なども踏まえてですねしっかりとウェブサイトなど調べてですね私はその公務員になりたい理由地方公務員だったらこういうことができるからなりたいんだよっていうそういう切り口でですね理由を作っていただくと一つ面接官がこう納得してもらえるちゃんとした回答が出来上がるかなと思います。では今日は以上になります。ありがとうございました。